こんにちは。今日は7月2日です。今日はですね、平和支援から撮影をしております。ですね、メガネを買いました。どうでもいいんですけど。まあ、作業用のメガネがですね、もう傷だらけだったので、いい加減買いにはいかんなと思いつつ、ようやく、買うことができました。はい、今日はですね、なんで那支園にいるかというと、じゃん。イノシシに掘られました。今年はですね、ちょっとイノシシ入ってこなかったんですよ。というのもですね、この冬に、かなり補聴の周りのワイヤーメッシュを補強して、もう、がっちり固めてたので、まあ、全然今まで入ってこなくてよしよしと思ってたんですが、一昨日に一箇所掘られてて、ちょっと出入り口探さにはいかんなと思いつつ、まあ、昨日も別にそのままだったので、まあ、よしよしと思って今日見たら一気に増えました。まあここだけじゃなくですね、まあ、隣もありますし、その向こうもあって、他の場所もこんな感じでですね。で、こっから、まあ、ずっと奥下っていくんですけど、あそこの方もかなり、掘られてまして、そうですね、補助の大体半分ぐらい、掘られたような感じです。まあ、ちょっとね、また詳しく撮れたら、その辺も、まあ、あまり見たくないんですけど。で、ですね、まあ、一晩で、この状態です。かなり、悲しいです。まあちょっとね、出入り口の方をまず探して、そこの、まあ補強といいますか、まあワイヤーメッシュ破られてるんだろうと思うので、そこを直してい、きたいと思います。いやー、やりやがったな。結構ね、雨の後とかですね、やっぱり土が柔らかくなるんでよく来ます。はい。まあまあ、直します。はい。という感じでね、結構あちこち掘られております。じゃあそもそもなんでイノシシがここを掘るのかと言いますと、まあ簡単に言うと食べ物を探すということです。木の根っこであるとか、まあセミの幼虫であるとか、まあミミズであるとか、まあいったものをですね、掘って探して食べるということで、こんな感じで掘り返します。なので、そうですね、ここに木の根っことかね、こういう感じで、ありますし、まあ、ここはまあ太い根がちょっとむき出しになってたんで、なってたっていうか、まあ、なってるので、早くですね、埋め戻してやらないといけません。はい、まあ、一晩でね、お仕事してくれたなって感じです。はい、で、まあね、やっぱり木の根っこ食べられるんで、で、再根がこんなバシバシ切られるとですね、やはり木に影響があります。まあまあ、要は水を吸えなくなりますので、で、これぐらいですね、大きい木になってくると、まあまあ一回掘られたぐらいじゃ、まあ、まあ影響はあるんですけど、まあまあ大丈夫なんですが、これが毎日続くようですと、非常に大きなダメージになってきますし、そうですね、10年以内の木とかだったらね、下手したら枯れますので、ちょっと、被害としてはかなりいい、ただ掘っとるだけだろうっていうわけではないです。はい、身に影響がないように見えますが影響があります。で、まあ、永年性作物の難しいところ、まあ、いわゆる果樹はこの影響が今年で終わらないということなんですね。いわゆる木にダメージがあるので回復するのに何年もかかりますし、それこそさっき言ったようにですね、木が枯れてしまうと、じゃあもう一回植え直して実が取れるようになるまで何年かかるかという形でですね、まあ、1年の、今年の被害が今年の影響だけで終わらないとい う難しさというか、問題点なので、極力こういったね、イノシシの被害といいますか、は減らしていきたいなと思って、まあ、柵を、やったりとかですね、
まあ、捕獲したりするという形です。まあ、ちょっとねこの景色を見ているのがちょっと嫌な感じなんですけど、まあまあ早く直してね、このまあねさっき見ていただいたように根がむき出しになっているので早く埋め戻したりもしないといけませんので、そういった作業もちょっとやっていきたいと思います。予定外の作業です。はい、辛いな。まあ、頑張ります。はい、はい、判明しました。ここから出入りしております。ワイヤーメッシュがですね、まあ、もう簡単に壊されて曲げられて出入りしております。で、この場所ですね、もうすぐ横に道路が通っているような場所なんですが、まあ、ちょっと午後からですね、ここの修理といいますかやり替えたいと思います。ただですね、ここの入り口、よその土地ですなのでね、まあ、勝手にやっちゃいけないので、一応、持ち主さんには話をして、直したいと思います。いや、まあ、そもそも僕が直すのかっていうところもあるんですけど、まあまあ被害があるのはうちなので、うちが直しとこうかなと。直すのを待ってるよりですね、自分でやった方が早いので、午後から修理です。